どうも皆様ごきげんよう、クリス。それではスーパーマリオブラザーズワンダー続けプレイしていきましょう。さて、モックモック鉱山、多分今回で終わりかなと思います。では簡単な方からいきましょうか。叩いて足して連結リフトいきます。おすすめバッジあります？ないですね。はい、可愛らしい敵がいますね。おっ、そういうこと。なるほど、どんどん足していけと。はい、あーで、ちょっとずつなくなっていくのね。怖いわね、それね。うわー、おー、なに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 なそれ。どういうこと？あー、そういうこと。怖い。あ、はい、回収できました。怖い、ちょっとまずいな。これ倒せんのかな。うん、クラウンかーい。待って待って待って、そういうことか、そういうことか。うらうらー、オッケーオッケーオッケー。あー、そういうこと。いけるかな、いけるかな、いけるかな、いけるかな。ちょっとずつ消えてくるかな。うーし、オッケー。だいぶ余裕がないと厳しいな、これね。お、大丈夫？おー、やだな、やだな、怖いな。お、大丈夫ですか？はい。やだー。あ、違う。そういうこと？オッケー、よし。うわー、危ねえ。オッケー、よしよしよし。アイテムめっちゃくれんじゃん。アイテムめっちゃくれるのはいいけど、ちょっと、待ってさ。これ、これさ、これさ、ちょっと危なくない？よいしょ。危ない、危ない、危ない。よいしょ。もうちょい、もうちょいこっち側に送ってくんねえかな。あいつが投げてくる場所がちょっと、後ろじゃない？あ、落ちてった。かわいそう。これいいんか。はい、で、まだやると。はい、はい、ちょちょちょ、え、あー、そういうこと。うわっ、ガンガン。ジャンプボタンを押すタイミングがずれました。まあ、とりあえず一発クリアしたんで良かったです。早かったね。叩いて足して連結リフト。これはでも精神的に結構辛い感じだね。焦るわ。 OK、 はい、次カウントダウンリフトで空の旅。ジャンプ回数のカウントダウンなのか、それとも乗ってる時間なのか。ねえ、お前のせいや、揺らさないでじゃないね。これもしかして動いたりしないだろうか。スイカ、これはジャンプの回数。あ、入れた。ジャンプの回数か。おお、え、どうしたらいいね。あ、1になるんだ。あ、そういう感じ。足場が完全に消えることはないんだね。それはちょっと安心だな。ちょっとあれ取れなくない？ちょっと待って、これはこれきつくない？向こう側に行くべきか、これ。いや、そういう、そういうことじゃねえな。どうすればいいんだこれ。ちょっと入れないか。入れた、入れた。はいはい、オッケー。なるほどね。ギミックとしては面白いんだけどね。で、上からいけるでしょうか。これどうしたらいいね。
特に何かあるわけではない。コインがたくさん手に入るわけですね。はい、宇宙から行って、あ、何が出るかな。バブルフラワーの後、はい、怖い。よし、これで敵が何に来ても問題です。やる。あ、クソ、これはこっちだ。はい、か、わ、危ない。これどうしたらいいんだ。落ちないようにね。ん？どうしたらいいんだろう、あれ。わからんかった。あ、ゾウマリオでやれよかったのかな、もしかして。お、そういうことか。いや、違うな。そういうことか。わかったわかったわかった。こういうことだ。こうだ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 。これいけるか。でもサインクモだ。これ何してるの。ちょっと待って。もうちょっと1アップとかしたかったぜ。おかえり。 OKOKOK。 よし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 。あ、でもよかった、途中で気づいて。ゾウマリオになっとくか。よしよしよし。やば、危なっ。これは、いや、厳しいな。踏んづけられるかどうかはちょっとチャレンジしたい。もしかしたらそれができるのかもしれない。戻ってくるための場所があるやないかい。ちょっとタイミングは測り測るの難しいけど、口をすぼめたらこうやっていいんじゃないか。よし、種は踏める。よかったね。やっほー、なんとかクリアしました。ありがとうございます。まあ時間制限じゃなくてよかったよ。ジャンプ回数だったらなんとかいける。なんとかいけるっしょ。ちょっと一息。回転ダッシュレール、めっさ簡単だったか。一分もかからんかったな。OK。 これさ、今まででクリアしてない場所はなさそうだね。
うん、大丈夫そうだ。よし、 OK、 じゃあ行こう。もう14分の29、相当集めてますよ。さあ、じゃあワールド2位の黙々鉱山のパレス、最後ですね、行きましょう。難しさ4か。ドキドキする。さあ、どんなエリアかな。うわおおおおおおお、歩き回るの嫌だな。沈むんか。はい、でなんかあんのかな。オッケー、よし、これで取れんのか。取れねえか。なんだね。ほう、あれがこれで倒せるのか。いいな、倒せるな。うん、来る。怖っ、怖いや。そんな頑張って取る必要もないか。どれが沈むのか、どれが沈まないのかが分からん。沈むのか。まあでもファイアーボール、これで壊せんのありがてえな。よしよしよし、これ上に向かってやるか。はいはい、そういうことね。これはこういうことだね。よし、じゃあ行くぜ。怖い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 、怖い怖い怖い、痛い。大丈夫か。お、チビマリオになってない、それ大丈夫。いや、わからん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 が、どういうことやね。ファイヤーフラッグ、ファイヤーフラッグ、バブルフラッグ取って、OK。 むずくない、今しゃがんだまま進んだりとかしろってことだよ。身長が高すぎてちょっと、はあ、怖い。で、ここは沈ませる。怖い怖い怖い。大丈夫大丈夫。はい。うん、怖い。待って、ここにもなんかある。危ない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 。おい、ここにもある。そういうことか。危ない、もう何が起こってるやら。はい、こ、え、こ、え、こ、え、こ、あ、ショージャンプできんのか。わからんわからんわからん。あ、ちょっと待って、まずい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 ですよ、まずいですよ。お、オッケー。あ、でもバブルマリオ戻った。これいいのか。じゃあ
OK です。ふぅ、キノコいらん。よっ、あ、お前たち、もしかして僕に会うためにわざわざ山を登ってきたのか。ふん、そんなに遊びたいなら相手してやる。すごいワンダーを起こしてやっつけてやるから覚悟しろよ。今回何が起こるんでしょう。また影でしょう。あーん、なるほど。おい、もうこっちに来れないね。残念でした。おい、高いところに行ってた方がいいだろう。さあ、どんな筋肉を発生するんだ。またでっかくなって、氷？ちょっと待って、バカ、まずい。あー、やばい。ちょっとこれまずいよね。 OK、 よし。うわー、ジャンプ力が低くなった。なるほど、ギミックをそんな風にしちゃうのね。そろそろ、はい、OK、 よし。次はなんだ、あともう一回だろ。これおバカさん、そろそろじゃない。はい、あ、え、なに、お、なんだ、ほう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 、なんだなんだな。よしよしよし、今チャンス、オッケー。よし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 。いや、毎度毎度ようあんなギミック思いつくな、スタッフ。オッケー。ふう。黙々御座のグランドシードを手に入れて、マリオたちもほっと一息。しかしこの先は、この先の道のりはさらに険しくなる。一体どんな旅になるのであろうか。バッジを使いこなせるかどうかが鍵を握る。バッジありきの攻略なの。そんなことはないと思うけど。やっほー、30個これ全部取ったのかな。おめでとうございます。もくもく講座のワンダーシードを全て手に入れました。記念に100をプレゼント。はい、あ、待って、ということは前のステージでもしかして俺は全部取ってなかったのかな。フラワー諸島へ戻りましょう。はーい、冷たい山風が吹くかもしれないようにしっかり捕まっていてくださいね。はい、じゃあ行きましょうね。土管、あ、まあいいや、土管平原行きたかったけど、まあいいや。ん？なんか右にいるな。さあ、グランドシード、クーパーを守ってるクモパックンを吸い取ってください。そういえばそんなんだったな、すっかり忘れてたわ。ワールドあと4つか。やった、ありがとうございます。この調子で頑張りましょう。次の目的地は、そうだ、黄金滝、あの滝の上にグランドシールがあったはずです。おお、水辺ステージか。まずは東にある黄金滝の入り口を目指しましょう。それはそれでいいんだけど、まだ今回若干時間あるかな。あ、まあでもこの辺のステージもやらないといけないのか。じゃあやるか。王子様、旅は順調ですか。魚を釣れてないのですが、不思議なメッセージボトルが釣れましたよ。水の中スイスイ進もう、ドルフィンキックバッジ。何のことでしょうね。ドルフィンキックバッジつけといた方がいいよってことか。ちょっと待って、
ワールド1がちゃんと全部終わってんのかどうか確認したい。どうなんでしょう。終わってねえわ。なんかあるな。これか。違うの、これも撮ってんだ。え、どれ撮ってねえんだ。これも撮ってる。ん、撮ってない何かがあるはずだが。撮ってんね、撮ってんね、撮ってんね。ん、星見てるみたいなこと言ってたけど、どういうことなんでしょう。なんかやってない、飛ばしてるやつがあるはずだけど、こっから上先になんかあるわけじゃねえな。これも撮ってるでしょ。なんでもや、撮ってる撮ってる撮ってる。あ、これ1個撮ってねえのか。あとは、あと2個撮ってねえはずだわ。なんだこれ、なんか気になるよな、これ。あ、違った。くそ。そういうことではなかった。あともう一ステージぐらい隠れてねえか。とりあえずこれやるか。もう一個。多分普通のゴールじゃないかなって思う。お、普通に。バカ。謝るよね。多分ワンダーシードを取らない普通のゴールだと思う。やっちゃった。まあいいや。こうジャンプするやつじゃない。で、これを取らないで先に行く。おおお、あ、普通に倒せるのかい。ワン、ツー、スリー。おおお、いいですね。はい。ここじゃないのかな、多分。そうだね。オーケー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 。まあそういうことで、特別なゴールに行ったもんね。バイバイ。で、28個でこれで全部かな。いや、まだもう一個あるぞ。え、なんだ、もう一個。違うな、これでもねえな。なんだろう、何かあると思うんだけど、わかんねえな。現時点でわかんねえのはちょっと無理して探すと時間がかかったりするから後回しにするか。いや、なんか この上まだなんかありそうな気するけどな。そんなもんなのか。ちょっと、ワールドこれか。多分これで一応シード取ってるかどうか分かんのか。いや、取ってるっぽいんだよな、現時点で分かってるやつは。いや、いや、なんかありそうだよ、この上、やっぱり。ちょっと行こう。特別なゴールがあるかもしれん。ワールドマップ見たけど、なんかそんな感じだったな。お、お、お。上を目指せる何かがあればいいんだけど。どうするんだっけ。あ、こういうタイプか。バカ。そういえば何かあったな。これか。あー、くそ、落ちてった。そういうことか。分かった分かった分かった、そういうことだ。
待てよ、でもさ、ゾウマリオでゴールしたら問題ないんじゃないか、これ。そうだね、これは戻ってるもんね。なるほど、そういえばそんなステージあったな。ちょっともうちょい頑張ってみるか。はい、じゃあ行きますよ。Pスイッチはどうでもいいんだよ。とりあえずダメージを食らわないように進むことが優先かな。マジ問題のことよし、取れそうじゃない、今の取れそうだったんだけどね。オッケーよし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 、いったありがとうございます。お疲れ。これどうしたらいいの。よく来たね。怖っ。怖っ。これまた特別らしいの。あ、こういうゴールに行かないとそもそも出てこねえんだ。なるほど。もしかしてこれで全部か。いや、新しい場所できたわ。 OK です。じゃあ行きましょう。ビヨンたちのトワイライトフォレスト、難しさ2。そんなに難しくねえな。まあ難しさ2だったらいけるっしょ。影だ。日が綺麗だ。そうだね。なるほど。そういうこと？持ってこいったことか。どうしたらいいの？今日はどんな一日だった？これでいいのか。はい、やべ。上に行ける道がある。どうしたらいいんだ、これは。あ、な、そういうこと。はいはいはい。怖いから手探りだ。ビヨン、これ踏むとなんかあんのか。何かあるわけじゃねえか。何もねえんだったらそのまま進むぞ。怖い怖い。クリボーじゃないんかーいっていうところがある。どうしたらいいの。ご利用しでいけた。大丈夫。はい、で、チュートランポリンから下は。おお、なんだお前。ほい、いますよ。クリボーたちも体伸びてる。怖い。
ミングが分からん。オッケー、よし、ここはもうこうかな、こんなのかな。しかもあのあれが見つかってなくない。よし、こういうことか。オッケー、危ねー。うん、よいしょ。あー、ダメでしたね、ダメですね。ちょっと待って、生きてるといろいろあるよね。そうだね、生きてるといろいろあるよね。ほい、よいしょ、痛い。よし、これでクリアだ。いやー、別ルートのゴールを目指すっていうか、なんか探すの結構きつかったな。探す、いや、目星はついてたからな。そこに到達するまではきつかったわ。OK です。これでこのワールド1位も全部回収。まだあんのかい。まだあんのかい。行くか。うら、これでどんどん上に目指していけばいいのかな。あっと、あー、押したよいしょ。ちょ、壁ジャンプでいけなくはないと思うけど。バカ、埋めてってくれんのね。これは難しいか。よし、また戻ってくるタイミングで、おい、よしよしよし。まずいな、危ねえ。あー、バカ。いや、まあでもスーパージャンプ、まあ、壁ジャンプでいけるかなって思ったけど、いけるかな。おうわ、おあー、バカーい。よいしょ、ちょっと落ち着きな。おこれはどうしたらいいか。どうしたらいい、ちょっととりあえず一旦上に行ってみようか。上行って様子見て、そういうわけじゃねえな。どうこうできるものではなさそうかな。まあいっか、たかだかコイン数枚だし。怖っ、まあ、そういうこと。山でもいいですよ、今さら。いなくなっちゃった。いやー、これ最初にこっちにやるべきだったかな。あー、バカ。いや、そういうことじゃないのか。そして上にまだなんかある。ここからが本番。え、おい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 、どういうことでしたの。はい、何ですかこれは。
あ、そういうこと。おいおい、突然のなんかバルーンファイトみたいな。わーい。わーいじゃねえが。突然別ゲーにされる。どういうプログラミングしとんねん。これ多分下に落ちたら終わりでしょ。目が回る。はいはいはい、怖い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 、そういうのいらんから。お、終わり。あマジかよ。ギリギリのところと思ったけど、まあいいだろう。バイバイ。はい、バイバイ。コイン全回収しといて、はい、オッケー。はあ、落ちる。お、こっち側ではない、こっちの方はね。はい、オッケー。オッケー。ふう。おかえり。ただいま。一応変わるんだね。オッケー、ありがとうございました。ふぅ。これまだ次ありそうだな。ね、まだあるよね、これね、上ね。おお、まだあるんか。まだ上ありそうだな、これ何？ジェットラン。はい、行きましょう。もう前編後編に分けるしかねえわ、これは。これ何？素早い、ん？すごい速さでダッシュし続けるようになる。崖から飛び出しても少しなら空中でジャンプできる。へぇ。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。よし。コインでちゃんと示してくれてる。はあ、なるほど、素晴らしい。これはこれで面白いけど、使いどころちょっと難しくない？そういうバッジを使う場所だよって示されないとなかなか使いどころないような気がするけど。で、最後のエリアかな。ですね。あー、ない。スペシャルステージか。やりましたね。今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ。バッジを付け替えてみますか。やめときます。スペシャル。でも34ってさ、なんか色変わってないけど、もしかして俺また回収してないやつあんのかな。そういうことではない。はい、星5でしょ。いや、スペシャルワールドはなんか最後の最後にとっておきてえわ。いや、はてさて、いや、34っていう数字がさ、なんか色が変わってないんだよね。ということは、もしかしてまだ全部終わってないってこと。これ以上きつくない？他になんかあんのか。いや、ねえよな、多分な。だいたい撮ってると思うけどな。左下が C って言うなら気になるか。なんかあんのかな、もしかして。ちょっと行ってみるか。ワールド1の扱いなのかどうかちょっと分かんないけど。あんねえ。ちょっと調べてみるか。ね。OK。よし。じゃあ今回はここまでにしよう。ね。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。